も楽しそうでしたね。そうね、うん、まあ自分はもうなんかまあ好きでやってるみたいな。昔から好きでしたっけ、人狼って。昔はね、見るのだけ好きだった。やるようになったんだ。全然やってなくて、で1年前ぐらいにあのスリヤロさんから、スリヤロさんがそもそもなんか出ませんかみたいなのを実は言われてて、うん、でなんか今度新人が集まるやつがあるんで、初心者さんたちのみたいな、大丈夫なんで出ましょうって言われて出て、うん、今日はでもね、なんか今まではなんかそういう、なんていうか、半分エンジョイ勢みたいな感じでやってたけど、うんうん、今日はもうリアルガチ勢の人ばっかだったんですよ。まあ、天候で言ったら多分もうみんな平均ライン10段ぐらいあるんですよ。いや、レアだなと思って。自転車を押す大悟ひろし。自転車押すでしょ。します。あ、ただいまー、ただいまー。あ、教室と人狼だからなんか、うん、人格が全然違いますよね。人格なんかやることが違う言いすぎるからさ。まあ確かに、その麻雀プロとしてみたいな、その先生としてみたいなのを昼間やって、うん、で夜はなんか全然違うことするわけじゃないですか。そうよ、楽しいね。楽しいかな。いただきます。食べて。はい。 A1 とか全部見てるんですか。 A1 全部見てる。 A2 も見てる。ああ、そう、うん、推しは推し応援してる人は名古屋だよ。そうか、うん、いいと思う。いいと思った。別にいい麻雀打つじゃんみたいなのとかさ。ああ、いい麻雀打つ。やっぱ清正じゃない。うーん、うん、清正の麻雀って昔から変わりました。変わりました。変わったような気がする。基本的に、あ、やべえ、基本的にやっぱ押す人好きだからね、見てて。自分は押さないから。うん、で、なんか押す人で強いって言われてる人はやっぱ好きだね。やっぱ自分たちが選択してる人の方が面白いは面白いのか。まあ、そこなんだろう。なんか手組みがどうとかさ、リーチとか泣きのバランスがどうとかっていうのとか、うん、これでやっときゃ必ずいいなんてないじゃん。うん、手組みなんてさ、上がれない手なんて何切ったっていいわけだから打たなきゃ。この押し引きはやっぱね、ちょっとこれは損だなとか、なんかよく考えたらやっぱあるじゃん。だとけだなとか。うんうんうん、それを済んだの方がなんか、それが一番興味そそる。ああ。うん。キヨさんがサラリーマン辞めて、あ、はいはい、麻雀の仕事をするようになったのは、100賛成でした？うん、あ、はい。全然反対しなかった。もう全然しなかったよね。うん、いいんじゃないと思ったし、しなかった全然。そうしたいならそうすればいいんじゃない感じだったけどね。心配とかなかったですか。まあなんとかなるさと思ってたし、うん、なんかあったとしても、うん、うん、まあ、2人だしね。うん、うん、今2人だし、なんとかなるよって、うん、その時も思ったし、今も思ってるし、うんうんうん、なんか変わったところとかあります？いやー、楽しそうだなって、そんなことしかやってないんじゃないかなみたいなのはね、楽しそうでよかったりね。まあ確かに好きなことしかやってないですですか。まあ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 、うんうん、今やってる仕事の中で好きじゃないやつって何ですか。解説する。あ、
そうなんだ。苦手？うん、苦手なんだ。苦手。いや、昔は苦手って言ってたけど。うんうん。苦手。いや昔より絶対口数増えたじゃないですか。まあそうだね、口数はちょっと分かんないけど、なんかスタンスがそもそも難しいし、解説って、うんうんうん、実況は今合ってることを喋りますじゃん、うんうん、解説ってさ、額面通りに取ると、うん、こうその内容について説明しますよ。そうですね、うん、麻雀の内容について説明するのって、うん、あの時間じゃ無理だし、うんうん、対局者が考えてることを正確に話すのって不可能だから、本人じゃないから。最初は自分が分かることだけ話す、自分が分かってる範囲で麻雀のことを話そうって思ってたんだけど、それってさ、だってもう対局者と俺と似てる人はあんまりいないしさ難しいじゃん、うん、似てる人はいないね。解説はね、苦手とか正解がよく分かんない。うーん、盛り上げるっていう風に振ってくれたらそれは分かるんだけど、とりあえず盛り上げておいてくださいって言われたら、じゃあはいってなるけどみたいな。じゃあはい、盛り上げればいいのねっつって、苦手だなってなる結局なんか、うん、正解のイメージよく解説って分かんないよね。好きな解説者は誰ですか？話し方は荒井警部だね。あとね、土田さんかな。土田さん話し方すげえ上手だと思う、うん、だから土田さんとケイブンはすごい話し方上手だなと思う。わ、うんうん、かる、うん、やっぱ小学生なんじゃない小学生って毎日アイス食べますよね。23度だよ。寒くないです。本当、私めっちゃ、ね、いつも上着パーカーとか着たりとかしてる。キューさんが暑がりか。かなちゃんはそれで寒いなって思ってこの夏にパーカー着とるんか生活大変ね。え、上下関係あるんですか、夫婦の？ない。あるある、上でしょ。いや全然ないよ。クーラーの話。あ、クーラーだけは上ってこと？ご飯だって暑いと寝れないもん寝室一緒。今別、うん、今別、もう寒いからクーラー以外の夫婦関係は？上下関係ない。なんかフフフって言ってるけどありそうだけど、なんかいや、ないと思うけどな。いや、ないということで、まっすぐな目でないって言ってるなんか麻雀って店舗持ってる方とかポイント持ってる方がこう難しかったりとかするなって私は個人的に思ってて。いや、そんなことないよ。普通のリーグ戦とかそういうなんか条件戦みたいのは圧倒的に上にいる方が有利だよな。気持ちも楽？気持ちが楽っていうか、なんだろう、選択肢がやっぱ多いじゃないメンタルが揺れることってあります？キヨさん、麻雀打ってたりとかして、メンタルが揺れる、ストレスを感じるとかメンタルが揺れるとか多分ない。昔から？昔から。天狗だった20代の頃から？ないかな。へー。あ、でもなんかね、なんだろう、メンタルがどうこうっていうか、今日頭の回転悪いなとかはある。よく寝ててもなんか寝すぎなのかなんかよくわかんないけど、あれこれなんだっけなみたいな。そもそも麻雀ってさ、だって間違えるのしょうがないし、ぶっちゃけ。間違えたなって思うことあります？ある、ちょこちょこ。いっぱいあるよ、そんな。っていうか1日やったら絶対絶対と言っていいレベルである。あれがなんかもうすんごいさ、もうほんとただのヒューマンエラーのこともいっぱいあるし、あとでこういう放送を見ていて、あれこれこっちの方がいいなみたいなのもあるし、だからそんなんでいちいちうんとかならない、うん、じゃあ今度からは気をつけようみたいな、まあ、そんぐらい。でも放送を見てるとなんかめくり合いとかでさ、自分の方が有利とか、まあ互角とかでここで勝つ負けるで何ポイント差変わるなっていうのもよくあるじゃん、うん、ああいうのをいっぱい負けると心は痛むけどね、放送で。なんかとその実際やってる当日は何とも思わないけど、うんうんうん、何対何かもよくわからんし、うん、
でも自分の選択はこう思ってこうだって言って、あとはもう天任せだから。うん、あとでなんか心を痛めることはある。なぜ俺こんな4枚目を掴んでるんだみたいな。悲しい気持ちになることはいっぱい。うんうんうん、それが何かに影響することはないよっていうだけね。あ、そうね、やってる最初にどうこうでも特にない。うん。だからしょうがないもん。だって自分がさ、ね、いっぱいなんか勝つ時もあるわけだから、そういうなんか、そもそも麻雀って天敗するのは偉いわけじゃないんですよ。うんうん、テンパイするのと同じか、まあそれ以上にテンパった時に上がれるかどうかが大事、上がれそうな街かどうかが大事なの。だから不利な勝負をいっぱい仕掛けるっていうのはあんまり分かんない、僕の考えにはあんま合わない。今の一番近くの、うんうん、直近の目標みたいなのは多分今最高位だと思うんですけど、最高位以外に今の目標はありますか？まあ、今なんか一番嬉しいのってこう麻雀を教えたりする機会がやっぱ増えるわけじゃないですか、うんうん、これ当たり前のかもなのかもしれないんですけど、こう、ね、似てくるんですよ、やっぱ自分が教えてるから。あ、生徒さんがね、麻雀プロでこれ打つの俺だけだよなみたいな牌を平気で生徒さん打ったりするんですよ。僕麻雀って一番面白い部分って考えれるところだと思うんですよね、うん、だから勝った負けたで嬉しい悲しいっていうのってこうなんていうのかな、途中段階であって、うん、それを超えると、あ、これ難しいな、どっちが得なのかなとか、うん、あ、これはなんかこっち来た方がいいのかなとか、これね、行った方がいいの、降りた方がいいのかなとか、でもなんかそういうふうに考えることの楽しさをまあ知ってもらいたいと思ってレッスンしてるんだけど、うん、こうなんかなんだろうな、そういうのが伝わってくるんですよね、うんうん、でこう思ったからこれ切りましたとか、こう思ったからなんかこれ行きましたとか降りましたとかいうふうに言われるとちょっとねジーンとくるのよ、ほうほう、すごいなと思って、うんうん、よくそんなことまで考えれるようになったなとか、うんうんうん、形だったら絶対これ打つのによくそこでこっちどっちがいいのかなって考えてこっち切れるようになったなとかっていうのを、うん、こう見ると、うん、なんだろうな、なんかすごい嬉しいんですよね、うんうん、その考えることの楽しさをもっといろんな人に広めたいなっていう感じですかね。そうね、迷ってやっぱ M リーガーになっていろんな人に麻雀見てもらって、でなんでこの人これ切ったのかなとか、あ、これ切る方が本当にいいのかなとかっていう考えるきっかけをもっと皆さんに知ってほしいなっていう感じかな、うん、うん、反省会、一人反省会。反省会、これは別に反省会とかない。反省することない。反省すること。普通に、ニコニコしながら見るだけ。めっちゃうまく騙す、ね。明日の予定は？明日の予定は最高位戦の道場で新人研修です。何を教えますか？何を、麻雀の厳しさを知ります。よろしくお願いします。はい、こちらです。お邪魔しました。おやすみなさい。はい、お疲れ様。ありがとうございます。